写真集法とは、内閣情報部により編集、刊行された、国内向けの週刊の国策グラフ雑誌。1938年2月16日号から1945年7月11日号まで、刊行された。価格は10銭、A4 版20ページ、内閣印刷局印刷、製本。最大で20万部発刊された。1937年の、 国民精神総動員実施要項が観光の契機となっていると言われる。写真報告を歌い、戦時の国民生活を写真によって紙面で特集した。統制による人々の窮乏生活を多彩な特集で和らげ、15の団結を高める記事が組まれた。写真は、木村伊兵小石清土門剣、長田和長、林忠彦、入江康敷地 梅本忠浦が担当。公募等により一般読者の写真作品も掲載された。一方、美術は情報部内で担当していたと言われ、担当者の実名等は必ずしも明らかではない。一般には政府によって刊行された国内向け国策宣伝のための雑誌ということになっているが、性格や位置づけについては明らかになっていない点も多い。なお、 内閣情報局は写真集法総監の2年前にあたる1936年10月に政府の実行線とする政策の内容や意図を広く一般国民に伝えてその正しい理解を求め公正な世論の声を聞くことを名目として週刊誌形式の集法を総関している。こちらの集法は一般庶民には敷居が高い官報の内容をもとに 各省庁が監修した各種の解説文や情報機関が入手した国内外情勢、あるいは国内外の一般的な雑報を交えながら分かりやすく解説する体裁のもので、1936年10月18日の総刊号から1945年8月29日の休刊号まで452号を発刊した。ありがとうございます。